はい、おはようございます。始まりました、今日のワンコンテニュー。本日お送りするのはこちら、ニューゴーストバスターズ2。はい、というわけでですね、ニューがつくんですね、これね。ゴーストバスターズ2だと思ったらニューがつくみたいですね。まあニューをつけない、ゴーストバスターズ1の時はよほどね、あったんでしょうねあれケムコだったっけなはい、というわけで、パッケージ画面を切り替えていきましょう。こういうやつですよと。前回は確かケムコだったと思うんですけど、今回は春研究所ですね。なので期待できますね。そのね、あの前回と違ってみたいなことは、まあ一言も言ってませんけどね。口が裂けても言いませんけどね。これちょっとあの、まあ普通に買おうと思うとね、若干お高いやつだったんじゃなかったっけな。どうだったっけな。ね、そんな感じでやっていきましょうか。まあ、今日のワンコンテンツ、1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとかをですね、体験とかあの お知らせというか、まあ、あのでやっていければと思いますので、まあ、これがどういうシステムのゲームなのか、アクションなのか、シューティングなのか、アドベンチャーなのか、またはたまた RPG、 あるいは謎、謎のゲームなのかどうなのか分かりませんけどね。ちょっとまあやってみましょう。まあ、このゲーム自体やったこと多分ないような気がするけど、ちょっと触ったことあったっけな、どうだったっけな。よし、やっていきますよ。おっ、春ラボラティリティゴーストバスターイン TM なんちゃらかんちゃら。そうそう、夜中4人組だよね。近年なんかゴーストバスターズ3っていう女性隊員たちのやつもあったみたいで、まあ見てないですけど。あ、曲をちゃんと覚えてれば頭でこれ演奏してもよかったけどな。さすがに無理か。このテレテレテレはなんとなくわかるけどな。スクリーンから飛び出してきてますね。こんなシーンあったっけな。よし、やってみましょう。じゃあ、プッシュスタートボタン、トーン。お、なに？あー。ピーター。レイ。エゴン。イーゴン。どうだろうね。ウィストン。いや、じゃあこのスネークっぽいレイでいきましょう。これ多分セレクトバスターズだって。だから誰でいきま、あ、ルイス3もいるんだ。へえ、誰だろうメカニックみたいな人かな。まあまあこの人でいってみましょう。あ、何これ、隊列を選ぶのかな。あ、じゃあ、あ、まあいいや。え、あ、バディ2人組なの。ちょっと待ってよ。A ボタンで、ちょっと待ってよ。A ボタンでそのレイルがこう止めて、B ボタンでスー。ああ、なるほど。ちょっと面白そう。もうすでに面白そう。で、多分ステージ中にいるゴーストをバスターズしていくぞっていうゲームかな。でね、この、なんだっけ。私が基本的に操作してるのはこのレイの方で、このバディの人は、がピーターだっけ？は、あの、ちょっとついてくる動きをします。で、この A ボタンで敵をこう、拘束した後、バディの人は自動で回り込んで吸い込める場所に来てくれます。あ、なに？あ、ちょ待って。一発食らったらダメっぽい。もしかして。あ、一発食らったらダメっぽい。いや、ライフセーバー。ちょ待ってよ。ちょっとシューティング要素あるぞ、これ。あ、なに？なに？なに？小さいバスター。小さい。ダメージを食らうとまずいっぽい。だから、その、動きを止めた人のところに、この、なんだっけ、相方が回り込むまでちょっと待ってから、あー！敵に大きい小さい関係ないんで、当たったらもうダメなんだ。よし、どう、ありがとう、ありがとう。あ、で、左に行きなさいと。面白そう。もうすでに2発食らったな。ちょっとスタートボタン、もしかしてあと1発食らったら死ぬ。ちょっと面白そうよ。ああ、あっと、まだいける。うわぁ、いや、面白いこのゲーム。しかもクレジット制じゃん、これ。うわ、大変そう。
ちょっと面白いけど、ちょっとシステム、あの一発食らったらダメ、システムがちょっと苦手だったかも、こう見下ろしゲームで。もうちょっとやりたいな。まあでもまあルールというか、まあそういうあれなので、投資でやってるので、まあ一回ゲームオーバーになったので、ここまでです。まあ、BGM だけは流してていいでしょう。ちょっといい、もうちょっと、ちょっとだけやってみていい？こいつがなんかシステムの違う動きをするのか。あ、こっちのビームは、壁を貫通できるの。あ、ビームも、この吸い込みも壁貫通できるんじゃ、なんだ、インチキ。あ、そういうのできるのね。なるほど。で、コンテンツにすると3機から始まるのね。セレクトボタンとか押しても特に何もないか。ああ、ここで何かボタンを押すとキャラを選べたりもできないか。あと気になるのは、キャラクターによって、選ぶキャラクターによって個性があるかないかですね。どのキャラクターを選んでも同じ組み合わせになるのか、それとも選ぶキャラクターによってちょっと立ち回りが変わってきたりするのか、ちょっと期待ができるとか面白そうなゲームですね。さすが春研究所というだけある。まあメーカーでああだこうだ言うのもちょっと違うとは思うんですけど、よくできてるゲームっぽい空気を感じました。はい。そんな感じで、はい、今日お送りしてきたのは、とてもいいゲーム、ニューゴーストバスターズ2というゲームでした。はい、こちらですね。はい。はい、もし、まあ、中古ショップなどでお見かけした場合は、ね、購入するのもいいのではないでしょうか。まあ、やっぱりこの、タイアップタイトルとかね、元ネタがあるタイトルとかは、ね、バーチャルコンソールとか、そういう、なんだ、再販とか難しかったり、あ、でも、タートルズがカバー版がコレクションで出たりもしてるから何とも言えないか。まあそんなちょっと雑談混じりにもなってきてしまいますので、今日はこのぐらいにしましょう。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。さようなら。